J リーグと世界の違い。日本のサッカーはどんどん進化していってますが、 J リーグとヨーロッパのトップリーグではまだまだ大きな差があると言わざるを得ません。そこはやはり技術の差があるかと思いますが、なぜヨーロッパは技術が高いかというと、世界中からハイレベルな選手が集まるからです。ハイレベルな選手が集まることで、より高みを目指したい選手が挑戦する好循環が生まれています。ですが純粋な資金力もあるでしょう。ヨーロッパのスタジアムは多くの観客であふれかえり、ビッグクラブは世界中にファンがいてマーケットも広いです。この辺は長年の積み重ねで一長一短にはいきませんし、近くにライバルリーグが集まる地理的な側面もあるので、すぐに追いつくのは現実的ではありませんね。それよりも J リーグが特殊なのは、結果が読めない混戦のリーグであることです。まさかのクラブが優勝したりすることは他国でもあるにはありますが、ここまで多いのは J リーグの特徴と言えるでしょう。ヨーロッパのトップリーグはクラブ間の格差が大きく、優勝争いを演じるクラブは毎年ほぼ決まっています。 J リーグは差があると言っても、圧倒的とは言えない範囲で戦力は分散するので混戦になりやすいです。いい選手は海外に移籍しやすいので維持が難しいという事情もあります。ですが挑戦的なクラブが急成長するなど、まだまだリーグとしていい意味で熟成しきっていないのは J リーグの魅力ですね。ヨーロッパとの差は間違いなく大きいですが、 J リーグには J リーグの良さがあることは覚えておきたいですね。青ひげ。